背番号6番の立野俊介です。ご自身の、得意なプレー、ここを見てくれというところを教えてください。左利きで、キックを得意としているので、クロスのボールだったり、あとは遠目からのシュートだったり、左足のキックを、見てほしいなと思います。今シーズンどのような思いで、迎えられてますか？そうですね、去年は、2位という形で終わって、良かったねっていう言葉だったりかけてもらうこともあったんですけど、やっぱりこう実際数字を見た時には、やっぱ優勝したチームと勝ち点という部分で結構離れてたりとか、あとは3位4位とかのチームとの差っていうのが本当にわずかで、たまたまというか、1年間積み上げた、成果ではありましたけど、やっぱりこう優勝っていうところを今年は意識したいので、そうなった時にはし、もっと勝ち星を積み重ねないといけないなと、で、チームは今シーズンから東大阪をホームタウンとして活動していきます。その東大阪での方にはどのようなプレーを見せていきたいか。そうですね、やっぱり、ホームタウンとしてまず入れていただいたことには、本当に感謝ですし、これから東大阪市の、皆さん中心に一緒にこうですかね、一試合こう、一喜一憂というか、勝った時は皆さんと一緒に喜びたいし、負けた時はみんなで悔しい思いも一緒にしながら、皆さんと一緒に、僕たちも成長していけたらいいなと、思います。今シーズンのご自身の目標、チームの目標を教えてください。個人的には、昨年リーグ戦は、2ゴールですね、ゴール2つ打たれたので、ちょっと個人としてもフリーキックだったり、コーナーキックも任せられている部分もあるので、得点は5点ぐらいは絶対取りたいなと。で、アシストは結構本当に、10、2桁ぐらいはしたいなと思ってて、で、そうですね、ゴール、アシストを含めて、10点、15点、20点ぐらい取れると、より僕の良さも出ると思いますし、チームも、それが勝利だったり、そういう部分につながっていくのじゃないかなと、思います。最後は今シーズン応援してくれているサポーターに向けてメッセージをお願いします。今シーズンまた新しい新加入の選手が結構入ってきた中で、また、昨年とはまた違ったサッカーをお見せすることができると思いますし、その中で、皆さんと一緒に、一つでも多く勝ちを積み重ねられるよう、一緒に戦っていきたいと思いますので、今年もよろしくお願いします。